私が進行させていただきます、小林克典です。バチャラーからのローズを受け取った方は残り、受け取らなかった方はこの場を去っていただきます。風さわやか乾杯それさせてあげましょうか。爆笑の水着で。おだっ。皆さん、前回はスタジオを貸し切っての食事デートでしたか。バチェラーどうでしたか。そうですね、なんかみんなそれぞれ違う良さがあるので、それが見れたので良かったなと思います。ちょうど昨日の編集済みのやつがツーショットのショー、めっちゃ気持ちよかった。悪かったね見ちゃったね。ミッチー君どうですか、前回は。僕は天使君どうでしたか。前回結構緊張しました、ね、緊張した、はい、でもまあ楽しめた、楽しめた、はい。じゃあそれでは今回は樹木寺にあるあのバッティングセンターを貸し切ってね、まあ左側に見える、ね、バッティングセンター、みんなわかると思いますけど、今日はここを貸し切って皆さん職人ということで、今一人だけ営業ですけど、職人ということであのバチェラーに体力を見せて、はい、やっぱ面白いやつ、楽しいやつ、これから伸びるやつってやっぱ体力もね必要だと思いますので、皆さんの体力を今日は存分に発揮してリーちゃんの心を掴んでいただきたいと思います。よろしいですか。はい、はい、スタート。前回でもみんな今日来てもらった人、みんなそれぞれ本当に面白いところあるんで、それぞれ違うタイプの良さがあるんで、まあ、今日は前回とはちょっと違う形式なんで、どういう一面が見れるのか、皆さんのそれが楽しみです。でもバッティングって結構経験者じゃないとできないと思うんで、技術とかよりもなんか頑張ってる姿とか見ていけたらなって思います。そうだな、なんか爆速さんが野球経験者っていう風に聞いたんで、ちょっと上がってくるかっていうのは分かんないですけど、ちょっと楽しみです、どんなバッティングが見れるのか。コミュ障が出ちゃったんで全然喋らなかったんですけど、まあ、今日そのスポーツっていうスポーツめちゃくちゃ得意だったんで、そこでちょっと差を埋めれたらみんなといいなと思います。今日は野球だもんね、僕中学校野球部なんですよ、なのでいいとこ見せれたらいいなと思います。すげえ低いね、まだ低いね、低い低い、全然やん、それファールやん、全然ダメっすね、全然、全然じゃないですか。これ運動神経いいって言えないですよ、ね、いえいえ、これじゃあこれじゃピンとこないですよ。じゃあちょっと2人楽しみにしてます、ね、任せて任せてね、めっちゃ楽しみ、あれ以上ってことですよね。そうそう、あれ以上、あれ以上、あれ以上ってことですよね。見てもない、見てもない。やっぱりちょっとまあ恥ずかしさの方があって、まあ、照れてたもんで、今回はちょっとまあね150キロ並みにちょっとグイグイ押していこうかなと思ってるんで、
今回は多分僕の一人勝ちですわ。ちょっと恥ずかしくて結構前に出れてなかったので、まあ、今日はグイグイ行こうかなって思ってます。ほらほら、これもう野球で言ったらファウルだもんね。まあ確かに。そうね。おお、あ、ちょっとあれできるかな。ツーベースヒットぐらいだったかな。本気出してきた。本気出してきた。コート掴んできた。いやまあでも、まあ、俺楽勝だからさ。めっちゃ飛ぶ。めちゃめちゃ楽勝だよ。ホームランも全然、あれ何個やってほしい、あれ。いや、3個で、各1回ずつ。あ、各1回ずつ、全然いいよ。全然あってあげる。楽しみにしてます。でも結構当たるねでしょ。当たるねって、できるんですよ。自分ですか、ね、自分とのあー、危ねえ、危ねえ、当たりそうだよ、ホームラン。あれ、あれやる。当たってくる、当たればいいんだよね、とりあえず。すごいな。すごいわ。まあでもまあまあまだまだだよ。まあ俺の敵は伊藤君だからさ。最初ってまた全然喋れなかったのもあるんで、で今回ちょっと体動かす企画なので、まあ徐々に喋れるようになったらいいなと思ってます。僕は竹川さんですかね。寺西さんちょっと。だいぶまだ上の存在なので、ちょっとそこにたどり着けるまでに落ちないように、今回は堀川さんとちょっとライバルとして戦っていこうかなと思っております。でもスポーツできる男がいいんですか。そうですね。ですよね。そっちの方が絶対気が高いです。あ、マジですか。はい。かっこいいですか、ね、今かっこいい。じゃあ今かっこいい。それはまた後でいいです。あるねも, もしもし仮にね、はい、もう、まあ、もしスポーツがまあまあバッティングセンターでね、その当たらなかったとしたら、まあ、そういう男でもあれかな、いけるんかな。あ、全然さ、もうね、当たらなくてもやっぱリリちゃんクラスでもなんか、ね、なんだろう、その、うん、体の使い方にあると思います。ああ、なんだろう、なんか、はい、まあ、当たらなくてもなんかまあもうちょっと動きがダサかったらちょっと嫌です。あ、はい、そういうことね。動きかだね、もうとりあえずボールは無視してね、ホームだけ持ってけね。そうホームだけ無視すればいい。フォームバチバチでも当たらないっていうのもそれはそれでダサいな。でも結局はあれだよね、当たってね、フォームも綺麗じゃないと。逆に聞きたい、なんかヒントじゃないけど、これこういうことされたらちょっと私キュンとくるよ。ああ、それ聞きたい。聞きたい。ポイントポイント稼ぎに行きたい。ポイント稼ぎに難しい結構。例えばイチローの真似をしたらめっちゃキュンとくるとか。それ後で出すやつや。それ後で出すやつや。もう最初に先生告知しとく。先生と。じゃあとにかく頑張ってる姿が、ね、とあと男らしいところが見れたらってことだね。仮にこれで可愛い感じでもギャップで。ギャップで。あ、ギャップは結構。ギャップは。見れると思います。ギャップね、ギャップと男らしさと、うん、そうですね、ガムシャラ感、ガムシャラ感。ギャップいけるんだ。じゃあもしね、俺みたいな顔で全く腕に来てもそれもギャップから。ギャップ、そのギャップ。めっちゃ打てていましたね。まあ一応野球部だったんで。高校がですか。いや、高校はやってないです。小中だけです。あ、小中で、じゃあ結構ブランクあったはずって感じです。そう、まだ草野球とかやってたんで。あ、趣味がスポーツ。あ、そうなんですね。え、バッティングは得意だったんですか、野球やってるとき。いや、そんなにっすね。多分強打もんで打てたと思うんです。あー、そう、あ、なるほど。さすが持ってますね。そうす、ホームランちょっと見たかったなっていうのはありましたね。わー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 。そうですね。まあ、次で言葉のホームランどうかなと思うんですよ。あ、言葉のホームラン、はい。あ、例えばどんな感じの。それいろんな意味あるんですけど、いろんな意味。まあまあまあ、まあ、やめときますわ。じゃあ次はこっちから回ってくる。来て、ぶっ壊れてるやつが。ぶっ壊れてますよ俺。ぶっ壊れてる。じゃあ男らしいところだね。ちょっとミッチーさ、まあ、最近コメントでもミッチーミッチーミッチーなんで、結構あの人よく喋るじゃないですか。なんであのミッチーゾーンに入れちゃったら
もうそこに誰も踏み入れなくなっちゃうんで、そこちょっと壊したい。まあみんな別にどうってことないけど、まあ C って言うなら寺西君かな。最近ちょっと壊れてきてるし、何を考えてるかわからん。どこでぶっ込んでくるかわからんもんで、それにちょっと僕も対応できなかったなと思って。まあ多分一人壊れてくだけだと思うんですけど。まあ違うねやっぱりね。違うね。まじでなんか感じ弱々よしいよね。いやいやいや。そんなことないから。爆速度超えて。いやいやいや。たくましいから。男らしいでしょ。男らしくないもんね。全然打ち方。あの結構当ててることないです。結構当たってる。まあ当たっちゃうよね。まあでも数の割にはって感じだけどね。そうなんだ、練習だから。今回の作戦は、まあちょっと普通に打っても面白くない。とにかくみんな多分真面目に打つんだよ。マチ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 。なんでちょっと僕はちょっと違うやり方でみたいな。楽しみ。ルーキーで、うん、ちょっと男らしいところ今から見せるもんで見とってもらっていいですか。はい、はい、お願いします。お願いします。テレレレレレレレデンデンデンテレレン。ストライク。明日今日よりも好きになれる。溢れる想いが止まらない。今怖い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 。こんなに好きでいるのに。当たるだけやん。溢れになりない。君のくれた2月に重なり2月に重なり2人寄り添って歩いて永遠の愛を形にしていつまでも君の横でじゃあもう全然はい、まあ、ちょっと守ってやれる強さがやっぱり必要なんで。いじめられてるんじゃない。リリーちゃんを、いやもうリリーちゃんの盾になれるように。うん、僕はちょっとそういう、そういう。まあちょっと見えたかな、俺のちょっと守ってあげる強さ。いやいや守ってあげるって、ね、あのいじめられてるんですけど。守ってるからここにいるからね。危ない。当たってます体が本能で本能で当たりにいっちゃう。無理だわ。ビビっとるって受け取る手受け取る手。いやもう本当にじゃあもう守ってるあれがあるんだったらじゃああのパチラがここに掘ると思ってね。だってやっぱ背中向けな感じだ。あーパチラここにあそういうこと。そうそうそう上の前にバッチャーがあると思ってそれ見たら感じだよ、見たら感じ超怖い、超怖いなんてこと言う守ってあげれるね勇気が欲しいんだったらそうです、まあまあ守ってあげます。守れんね、僕は守ってあげます。守れんね、守ってあげますよ。守れんねあの、これバッチャーがいるよ。寝る前にバッチャーがいるよ。え、怖っ、怖っ、やばい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 、すごい体張ってましたね。体張りすぎちゃった。やばかったですね。めちゃくちゃ痛いですもん、今。マジですか。いやでもまあ男らしさを見せれたんで。そうですね、めっちゃ見えてきました。それに比べたら全然痛くないです。あんなの朝飯前ですよ。あ、はい、もっと150キロでも全然余裕。あ、まあ、じゃあまた今度見せてください。150キロ。今日はたまたま80キロだったから、まあ、ちょっと80キロの体にしたけど、150でいくったらもう鍛えてくるから。ああ、そういうことですね。全然余裕です。頼もしいですね。でしょ。ありがとうございます。まあ今日4人いて、まあ1人落とすと思うんですけど、まあ大体今決まってるんですか。決まりつつありますね。あ、そうなんですか。はい。怖いですね。このツーショット割と大事だと思うんで、決める上で。そうですよね。そうですよね。そうですね。かしこまっちゃった。リリーちゃんも楽しく、まあ、僕らも楽しくやれたらいいと思うんで、もちろんそのリリーちゃんの前で多分かっこいい姿見せなあかんと思うんですけど、僕はもっと楽しくしたいもんで。もし残るんだったら次ももっと盛り上げれるように、まあ滑るけど滑っちゃうけど、僕のテーマはそれなんで、よかったらぜひまた呼んでください。はい、はい、前向きに検討します。前向きに。俺外されるかな今の演じだとそういう予定だったのかな。まあ僕の出番はこれでいいです。まあちょっと十分見せれたんで、強い男っていうのは、うん、はい、強い男。ただスポーツはできなかったっていう。いやいや、強い男。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 ありがとうございました。
いや、やばこれ、やばくない？怪しいやめっちゃいいいいよいいよめっちゃ上手めっちゃ一郎かわいいかわいいめっちゃ一郎と一緒のフォームしてるバットがでかいんじゃないですか？お、当たった当たったホームランホームランあれ、カットに出てください、あの編集で全部ホームランにしててください編集さんお願いしますあ、またホームランまたホームランまたホームラン、すごいあ、3本ホームラン入っちゃったねホームランもう入っちゃったねこっちの方がいいねちっちゃくない見てるおこっちの方がいい俺より当たっとんちゃうかな俺より当たっとるわあ、うまい寺西くんよりも当たっとるミッチーよりも当たっとるそうあ、フォームがいいもん、フォームがいいねボールが、もうボールが喜んでる俺、あの球になりたい金属バットでいいから、頭打たれたいじゃあ、後でやりますねあー、怖い怖い怖いそうそう、あの叩いて被ってるそううわー、今上がったスリーベースヒットさすがスリーベースヒット今回は運動ってことで僕、ちょっと運動できなさそうに見られがちなんでそこでギャップ萌えをちょっと狙っていこうかなと思っております引退系なんで引退系だもんねそこでちょっとキャップ萌えを狙っていこうかなとあの、メガネで打ちそうやめてください、そんな振り返りそれ言ったら実現しないそのメガネでメガネで打ちそうだもんなメガネでやめてください打ち打てる打てます、打てますおーすげえすげえすげえ意外なんだけどギャップ萌えギャップ萌えおー、えーあこういうギャップがいいんだね打ち方どうですか打ち方ちょっと…打ち方ちょっと…打ち方ちょっとダサいですかいやでもなんかそんな力入れてなそうなのに結構打ててるから体の使い方うまいかなあ、ありがとうございますあ体の使い方がそこが大事なんだねあっ、ゴーくんどうですかギャップ感じますかギャップ結構感じますね、なんかえ、スポーツって野球じゃないスポーツやってたスポーツあ、卓球ですあ卓球ぽいぽいあの、稲中卓球部って知ってるあーあー、まあ、あのあれに出てきそうな感じぐらいにそれは悪口なのそう聞こえましたあ、そうか、悪口を言う男はダメなんだねあ球技だもんね、やっぱこれ当てるのが上手いですねありがとうございます卓球とかでもおぉすごいな当たるマジででもこのギャップすごいですよねねすごいですそうですねほらいいねおぉおぉホームランだおぉでもほぼほぼ当たったでしょあれまあでも音鳴ってないから結構打ててましたね意外と自分でもびっくりしました意外と当たるな飛ぶなそうですよねめっちゃ惜しいのありましたねホームランその力んでなさそうに見えるのに、はい、飛ぶってことは多分体の体重移動とかうまいんかなと思うんで打者来なかったですかうんなんかだからそれって結構なんかスポーツする上で大事なことっていうか無駄な力使わないっていうのはすごいいいと思います ありがとうございます、はい、逆にどうすればいいか教えてほしいぐらいですねどういう風に打ったのかいやいやいや普通に今回は前より緊張せずに全然楽しめたって感じですね確かにご飯形式ってちょっと喋らなきゃみたいなのがあったんですけどちょっと人数も多かったしでも今日はまあこういう系だから楽しむだけで、はい、みんなの違う一面が見れたかなって思いましたねありがとうございましたはい、ありがとうございましたありがとうございます大丈夫大丈夫です大丈夫ですか同じ振り幅だったのでぴったりああマジですかそのゲージがちょっとびっくりしました声量なんですかそれはですかねあはい、マジ下手くそサッカー部でしたっけあれ俺帰宅部体を動かす系なもんで日々で動かしてるんで
まあ、そこら辺はちょっといいポイント達成できるかなと思います。ワイルドサイドの仲間と違う。チンピラ感、チンピラ感出てるな。いいね、おぶね。一番じゃないですか。一番お尻尻。うわぁ壁壁。あ、これちょ、無理なんだよ、本当に。あ、意外とえお、当たるね。オッケーオッケーオッケー、いくぜ、ホームラン。おおおおおー、惜しい。でも、あの、編集でちょっとホームランにしててください。あ、意外にいけるっすね、これ。誰やったっけ、誰筒子や、筒子筒子や。誰だ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 誰どうですか。そうですね、みんな当たらない。面白い面白い。ああ、ちょっとガチで言ってほしい。ガチでその筋肉でパチーンって言ってほしいです。そう、無理やね。当たったらね、ちょっとそう。あっ、無理や。いや、楽しかった。あ、フォームすごい、もう本当にメジャーリーガーでした、ね、メジャーリーガー。はい。顔だけじゃなくて。あ、顔だけね、もうか、もうフォームも、まあ、結構ポイント稼げるだから。そうですね、ちょっとホームラン惜しかったです、ね、惜しかったよね。かっこよかったですか。いや、そうですね、かっこよかったですね。もうフォームがもうまるっきりもなんかのスタジアムにいるかと思いました。あー、あだ、ちょっと入ってたんで、ひょいしてたんで、かっこいいとこ見せて、ね、今度はまあちょっと面白いところね、見せたらなと思うんで、ぜひ選んでほしいです。はい、前向きに考えます。本日ありがとうございました。ありがとうございました。言いますか。わかりました。セーフティーバンドでした。それでは早速ですが、ロードセレモニーを執り行います。今回お渡しできるローズの本数は3本になります。ここでは1名の方とお別れになります。心の準備は大丈夫でしょうか。はい、はい、バチラ、はい、心の準備は大丈夫ですか。はい、出たんで心に残ってくれたらいいな。いやー、堀川さん上手かったんでそこでポイント負けてるかなって。まあちょっと体張っちゃったんですけど、また思ったより痛くて、歌歌いたかったんですよ。あの、痛みに感じず歌歌いたかったんですけど、痛すぎて歌詞が飛ぶっていう。でもそれでまあ笑ってたんで良かったなと思います。はい、まあ、ちょっと結構、まあ、僕がバッターボックスに入った時めっちゃ笑ってくれたから、後でみんなでキシーってなってたけど、まあ、そこでちょっとポイント達成できたかなって思います。あぶね。ちょっと待ってよ。それではバチラお願いします。
寺西さん。ありがとうございます。どうぞ受け取っていただきますか。はい。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、私は皆さんのスポーツしてる姿を見たいなと思ってて、てかそういうつもりでおったんですけど、まさか寺西さんが自分からボールに当たりに行くとは、あれは本当にびっくりしましたね。まさかそんなところで、ここで男を決めたんだ、しかもこういう方法でみたいなっていうのはありました。すごいなと思いました。ミッチーさん、うっすくっすどうぞ受け取っていただけますか。はい、ありがとうございます。出す。もうなんかもうすごい、もうメジャーリーグに来たような、もうスタジアムにいるような感覚です。そうですね、もうめっちゃもう、わ、有名人だみたいな感じでした。バチラ、次はいよいよ最後のローズになります。心の準備は大丈夫でしょうか。はい、はい。爆速さん。いただきます。おめでとうございます。一番バッティングは上手でしたね。やっぱり元も経験者っていうのもあって、で、2人でさっき話した時に、なんか次は心のホームランとか言ってたんで、ちょっとそれを楽しみにしてるって感じですね。伊藤さんも本当に残ってもらおうか本当に迷ったんですけど、そうですね、まあなんか次に期待できるのが爆速さんだったかなっていう感じで、本当に迷いました、どうしようか。あのツーショットで決めたって感じはあります、本当に。はい、ツーショット本当に大事だと思います。前回もツーショットで結構決まったところはあるんで。それではここでお別れとなってしまう伊藤様、皆様とバチェラーにお別れの挨拶をお願いします。短い間でしたけど、とても楽しかったです。バチェラー、バカ野郎。まあ、1回目はちょっと、まあ、初めてだったんで人数も多かったし、まあ、どちらかというと緊張感がちょっと私は勝ってたんですよ。緊張しちゃってるみたいな。でも今日はまあすごいアクティブな感じで緊張感はだいぶなくなったんですけど、次がどういう感じで来るんかなって思うんで、人数もだいぶ少ないんで多分2人の時間とかも長くなると思うんで、本当にちょっとどうなるのか楽しみです。